ゲームテーマもあるんですけど、あそれはあスイッチオンで8時分間に過ぎて、それも前の試合もそれちゃんとできてなかったので、40分すごいいい入りだと思ったけど、それあと最後のご飯の時ちょっとあ集中力ちょっと足りなかったので、それはまず集中力と、まあ、勝ちに向けていきたいと思います。まあ、すごい楽しいですね。すごいチームの中でいい雰囲気だと思います。まあ、まずは自分の役割、自分のリーダー、まあ、キャプテンに言ったけど、まあ、まずは自分の役割、自分の胸、あなんていうの、体張ってすごいリードして、まあ、頑張りたいです。そうですね、初スタートになりましたね、公式戦。そうですね、やっぱスタートになったんで、やっぱディフェンス、アタックともにやっぱアグレッシブに80分間走れるようにやっていけたらなと思ってます。結構そのオフ明けでやっぱミスが増えるんかなとか思ったんですけど、結構やっぱ集中力はすごく保ててて、まあ、ちょっとミスとかはあったりもしたんですけども、やっぱそこを修正できる力がすごいあったと思います。Yeah, very excited. It was obviously nice to play the first two games coming off the bench and get a feel for what Japanese rugby is like, and also get a feel and an understanding of the way that the team plays. And now I feel like I'm ready and really looking forward to the opportunity to start. I love playing with Quade. He's probably my favorite player that I've played with in my entire career. We have a good sync, good synergy, and yeah, I'm just really looking forward to getting out there and playing with him.頑張ります。